皆さんお疲れ様です。お酒と旅するマーです。今回はプロが選ぶ日本のホテル旅館100選総合日本1位に輝いた加賀屋をご紹介。それでは行ってきます。どうも、お酒と旅するマーです。今回はプロが選ぶ日本のホテル旅館100選総合日本1位に輝いた加賀屋さんに来ています。私が今回泊まるのは加賀屋能登渚亭です。館内の様子やお食事など詳しくレビューしていきたいと思います。東京駅から北陸新幹線で金沢へ向かいます。そこからさらにサンダーバードに乗って和倉温泉駅へ。東京駅から和倉温泉駅までは約3時間ほどの旅になります。金沢駅から和倉温泉駅への特急は1日5、6本なので事前の予約をおすすめします。駅の改札を出てすぐに送迎バスが止まっています。別のホテルを経由し10分ほどで加賀屋に到着。送迎バスは電話で予約することができます。加賀屋に到着。バスを降りた瞬間からお出迎えがありました。受付でチェックインを済ませるとこちらのラウンジに案内されます。なんとドリンクやお菓子が無料でいただけます。ありがとうございます。ラウンジタイム堪能ということで、こちら加賀屋オリジナルのお菓子をいただきます。こちら雪月花というお菓子はお土産コーナーにもあるものなのでしっかり味見しましょう。贅沢にぎっしり詰まった芋あん、食べてみるととっても美味しい。続いて雪吊り、こちらもお土産コーナーにあります。味はパイ生地とリンゴジャムのような感じがしたんですが、調べてみると使っているのは梅だそうです。
まだまだ食べます。加賀屋せんべい、こちらもお土産コーナーにあるものです。卵せんべいという甘みのあるクッキーのようなせんべい、とても美味しく気に入りました。手書きの加賀友禅でございます。長さが37メートルございまして、四季の花が手書きで描かれております。梶山新先生の作品でございます。そういった作品があらゆるところにございますので、それを説明して歩くっていう形でございます。お好きになりました。どうぞ。はい、失礼いたします。左手の方に非常階段ございまして、はい、そしてまた右手の方に皆さんのお部屋の斜め前に非常階段ございます。当館屋上ございませんので、私どもが用意させていただきます。一階こちらでございます。あとこちらの非常階段ですね、はい、はい、お荷物をお入れいたしますのでどうぞ。はい、失礼します。今回私はカニをいただけるプランで予約をしました。のとなぎさ亭は6種類ほどのお部屋があります。今回ベーシックなお部屋をチョイス。それでは早速お部屋紹介いきましょう。こちらが和室。壁には絵が飾られています。窓からは和倉温泉を見渡すことができます。和室につながる広縁、窓からは七尾湾を見渡すことができます。そして寝室、こちらからも海を見渡すことができます。洗面所、蛇口が2つに分かれています。広々と使うことができて嬉しいです。男性用のキャーアイテム、ハンドウォッシュ、パナソニックのドライヤー、ポーラのフェイスマスク、ポーラの女性用ケア用品です。奥には浴室、大浴場があるので、こちらを使うことはありませんでした。お手洗いはこんな感じです。では、冷蔵庫を見ていきます。グラスは冷蔵庫の中に収納されていました。ラインナップはこちら。そして押し入れの中を見ていきます。
館内用の浴衣2枚ずつ置いてあります。セーフティーボックスがあります。ハンガーがあります。全身鏡もありました。こちらの箱にはお茶、ケトル、天然水もあります。続いて加賀屋周辺散策をしたいと思います。加賀屋を背にして左手に行くと七尾湾があります。12月中旬、ちょっと寒いですが、ホテルからは徒歩1分程度で向かうことができるのでおすすめです。橋まで行くと長尾湾に浮かぶように立つことができます。とてもいい眺めなので、ぜひここに立ってみてもらいたいです。右手にあるのがのど島大橋、全長1050メートルで石川県で一番長い橋と言われているそうです。さらにくるっと左に回ると加賀屋を眺めることができます。加賀屋は4棟になっています。雪月花、のと渚亭、のと客殿、のと本陣、さらに雪月花の中には浜離宮というエリアがあります。18階から20階で天皇陛下もご宿泊されたそうです。このポジションから眺めると加賀屋がよく見渡せますので、ぜひ行ってみてください。加賀屋を背にして右手に進んでみます。七福神の恵比寿様の石像、そのすぐ横には白鷺が囲んでいる枠浦の湯壺。ここでは枠浦温泉の源泉で誰でも温泉卵を作ることができるそうです。明日の朝トライしてみたいと思います。はい、本日のスケジュールなんですけど、5時から館内ツアーというものがあって、スタッフの方と一緒に1時間ですね、この館内を説明しながら歩いて回るっていうツアーを予約したので、そちらに行ってきます。夕食はお部屋で7時からいただこうと思います。まあ、あとはね、温泉に入ったりとかお土産を選んだりとかね、ちょっといろいろこの館内をね、存分に楽しんでいきたいと思います。館内は美術館ということで、無料のツアー行ってきます。レシーバーをつけてツアーを回ります。スタッフさんの声がよく聞こえるのでありがたい。全部アルミの板、アルミ、あのアルミを加工して貼ってあるということです。で、こちらの台が雪月花という台です。雪月花、大井松が描かれております。で、この白い紙に書く、これあの白洲という場所になるんです。で、館内にこういう能舞台があるのはまあまあ珍しいことのようでございます。大木焼で、大木焼の大木というのはあの金沢の地面から来ます。これ金沢の焼き物です。はい、では次こちらですね。はい、こちら、宇和島出身の宇和島塗作家で三谷五一という方の作品です。あと沈金とかという技法で装飾。で、この2つの作品につきましては、あの線彫りということで、要は
ちっちゃい点穴をですね、たくさんの手ですね、この非常に貴重な麻の織物という、あとセミの羽とも形容されるくらい軽くて薄い特徴の麻です。で、同じく天井からあの、でこの置物、あの先代の加賀屋のおかみがあの若い時にですね、これ実際あの着てた着物ということなんで、正倉院に伝わる琵琶を弾いてるということです。でその姿をあの弁天様に撮影していただいてあるということです。はい、こちらも、うん、あの上と同じく湧水徳ですが、上女の子、こちらの男の子が描かれています。うん、ではこちらです。ではあのパンフレットとかお土産物の袋に輝いて入ってますね、ここにね。あと正面玄関に両脇に提灯に縦に輝いて入ってます。でこちらも宇和島塗り作家の加藤伊三郎という方、これ宇和島塗りの作品です。はい、館内のツアーが終わって7時になりましたということで、これからね、待ちに待った夕食が始まります。で今回お部屋の中で夕食いただくんですけど、食べる位置決めることができました。こちらの低いテーブルか、あちらのテーブルのお席か選ぶことができました。ドリンクはもうすでに頼んでいて、お食事と同時に持ってきてくださるそうです。今ね、もうすでにお品書きっていうのが置いてあります。こんな感じで盛りだくさんの夕食を楽しみたいと思います。食事がスタートします。まずは食前酒、柚子はちみついただきます。乾杯。うん、美味しい。アサヒスーパードライを注文しましたということで乾杯。金沢で飲むビールはやっぱり別格です。東京とはまた違う美味しさ。あ、美味しい。では今回予約したカニプランをご紹介。ボイルガニ、焼きガニ、カニ鍋、カニご飯、カニを存分に堪能できる料理長こだわりのカニ懐石のコースです。これでもかっていうほどに1年分のカニを食べ尽くしたような気がします。カニだけではなく、日本海の海の幸も存分にいただくことができます。日本三大珍味、星クチコ。日本三大珍味、星クチコ。まろやかで深みのある香ばしい独特な風味。うん、確かに独特な風味だけど、お酒のおつまみ感のある、ちょっとしょっぱさもある。美味しい、美味しいものです、うん、うんうん、ちょっとウニ、
1年に1回ぐらいしか食べる機会ないんだけど、最後に食べたのはハワイかも。うん、おいしい。白くなってきたらひっくり返すと言われました。めちゃくちゃ美味しそう。焼きガニ、もうそろそろいいのかな。めちゃくちゃ癒される。ごちそうさまでした。ではこの後はお風呂に行きたいと思います。お腹もいっぱいになったところでお風呂に向かいます。9階のお部屋からエレベーターで2階まで降ります。お部屋からは 3,4 分程度時間がかかります。大浴場の営業時間は5時から25時。大浴場の入り口付近には無料のドリンクが置いてありました。ありがたい。女性の大浴場は2つあります。今回私が入ったのは弁天の湯。内風呂1つに露天風呂が2つ、サウナも水風呂もあって最高でした。もう1つは花芯の湯。とってもおしゃれなデザインですよね。はい、ということでお風呂に入ってきました。気温は今1度なんですけども、それがねまたすごく気持ちよくて、かなりね露天風呂に長居しちゃったんですけど、他にもサウナがあったり水風呂もあって、あとは飲めるお水もありました。バスタオルも大浴場に置いてあるので、お部屋から持っていく必要もなくて、すごく快適に過ごすことができました。シャワーがずっと出続けるタイプで、こう自動でピタッと止まってしまうものではなかったので、お風呂タイムを堪能することができました。
おはようございます。2日目はとってもいい天気で青空が広がっています。この後温泉に行ってから朝食をいただきたいと思います。それでは行ってきます。朝の露天風呂はやっぱり最高。まるで海の中にいるような感覚でした。人も少なくほぼ貸し切り状態。ゆっくりくつろぐことができました。お風呂最高でした。今日はねすごく天気が良くて海も見晴らしもよく素晴らしかったです。ということで今から朝食です。空っぽですのでお椀に取り入れて召し上がってください、はい、お魚はささがれと鮭でございます。鮭は火通っておりますけれども温めた方が美味しいです。少しだけ焦げ目つけてください。でささがれは皮の方から焼いてまた昨日のカニみたいに白くなってきますからそしたらひっくり返してください。あんまり先にひっくり返すとくにゃくにゃっとなりますので。朝食はとっても豪華。お魚、お味噌汁は火のついた状態で美味しくいただくことができます。お米はおかわりもできます。朝から心も体も元気になれる栄養満点の朝食になっています。サラダのドレッシングや朝食についている海苔などはお土産コーナーで買うこともできます。海を眺めながらいただく朝食、心が洗われます。いただきます。わ、温泉卵も食べるの久々だ。なんだ、え、すごい、お豆腐かな。野菜がすごい新鮮、シャキシャキ。チェックアウトは10時となっているので、それまで存分に朝食、そしてこの海の景色を堪能したいと思います。今日の予定は、加賀屋の1階のお土産どころでお土産を選んで、あとこの近くのパフェだったり、いろいろ周辺を散策したいと思います。で10時チェックアウトで、あとはちょっとこの時間までにラウンジを楽しんだりゆっくり、加賀屋を堪能したいと思います。うん、濃厚無添加食品です。こんな感じです。果実がそのままゼリーになったみたいに、すごい初めて食べた、こんなのすごいよこれ。ごちそうさまでした。加賀屋のご飯を良さそう。あそこにあったせんべいじゃん。クッキーみたいな味したけどね。このねせんべいかなり売れてるみたいです。ウェルカムスイーツとしても食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったので。あと賞味期限が今12月で半年ぐらいか持つので、これにしよう。あとこちらも最初来た時抹茶と一緒に出してもらったスイーツなんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、ただ賞味期限がね今日から数えても1週間くらいしか持たないので、ちょっと今回はやめておきます。でこちらも加賀屋に着いた時にね食べました。ラウンジで食べました。雪吊り、こちらが商品としてラウンジに置いてあって、私が食べたものです。こっちが金箔がかかっていて、こっちが
冬季限定柚子。奥に進んでみると昨日はなかった朝市が開催されていました。気になるものがたくさん売られています。食べ物だけでなく雑貨やお皿など本当にお土産が充実しています。しっかり見るには数分では足りません。時間に余裕を持って楽しむことをお勧めします。余った時間はラウンジでゆっくり過ごしたいと思います。今日はとってもいい天気なので空と海を眺めながらゆっくりとした時間を過ごしたいです。チェックアウトの時間です。今回泊まった加賀屋能登うなぎ茶亭ですが本当に素晴らしい旅館でした。ホスピタリティ溢れているのと旅館の中を歩いているだけでも心がワクワクするようなどこにいてもこう心がキラキラするような旅館でした。気になっている方はねぜひ一度行ってみてくださいと本当に心の底からおすすめできるホテルです。それではチェックアウト行ってきます。忘れちゃいけない名物温泉卵作りやっていきたいと思います。若浦の湯壺の目の前のお店で生卵を購入することができます。温泉で卵を茹でるなんて本当に貴重な体験です。すごくない？では15分ほど待ちたいと思います。ちょっと20分ぐらい経っちゃったけど、ゆで卵じゃない、温泉卵よし。やーい、ここで茹でたゆで卵なんですけど、どっかその辺で割ってそのまま口に入れるらしいです。教えてくれたのはこの卵を売っている引っ張り持ちさんのスタッフの人が教えてくれました。で、このカゴにね、なんか割った形跡があるような気がする。割って、そのまま口に入れたいと思います。え、でも待って、熱いよ。大丈夫かな？ちょうどいい、美味しい。しかもここで作った自然の味がします。手作り温泉卵試す価値あり。続いて加賀屋から徒歩2分程度のところにある能登ミルク。たくさんの能登ミルクが販売されています。こちらで人気なのがジェラートということで、ジェラートをいただきます。王道の能登ミルク味と紅はるか、最高に美味しかったです。冬に食べるアイス最高。周辺散策堪能したところで送迎のお時間です。今回泊まった能登なぎさ亭本当に最高でした。帰りたくない、本当に帰りたくない。心の底から本当にいいお宿だったなと思います。次は別のお部屋に泊まるのを楽しみにしたいと思います。念願かなって来れてよかったです。帰りの時間もまだまだ楽しみたいと思います。行きの特急はサンダーバードでしたが、帰りは観光列車
花嫁の蓮を予約しました。花嫁の蓮は2両編成ですぐに予約がいっぱいになってしまうので、早めの座席予約がおすすめ。こちら1号車、華やかでとっても可愛いデザインです。列車は進行方向先頭の車両が2号車、後ろの車両1号車となります。2号車にはお一人様用のカウンター席もあります。座席を予約する際の参考になったら幸いです。ちなみに緑の窓口でしたら座席を指定することができます。売店のオープンは乗車から30分程度経過したあたりからでした。おつまみやお酒も充実しています。行きの列車から帰りの列車まで全てが最高の思い出となりました。和倉温泉加賀屋、とっても素晴らしかったです。最後におまけ動画、金沢で買ったお土産でとっても美味しかったのが金沢浦田加賀八幡起き上がりもなか。見た目が可愛いだけじゃなく、中にぎっしりと詰まったあんが本当に美味しい。私の個人的な石川県お土産ナンバーワンに輝いたので、みんなにシェアします。ぜひ食べてみてください。それでは、長い時間お付き合いありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。次回もまた見てください。バイバイ。